皆さんこんにちは、武田塾の高田です。特別講師の伊藤です。今回のテーマは国公立の二次試験ってこんな感じというのを話していきたいなと思います。はい、国公立志望の子たちね、二次試験の日までは時間ありますが、二次試験当日ってこんな感じだよ、前日ってこんな感じだよみたいな、今からイメージしておいてねっていうのをちょっと話していこうと思うんですけど、はい、伊藤先生は東大受験だったので家から入試の会場に行った感じですか？東京出身なんですが、はい、ホテルに泊まりました。理系の場合は本郷キャンパス。そう、ホテルはどの辺の？本郷三丁目のもう目の前です。試験会場まで何分ぐらいですか？赤門まで5分、はい、10分。地方からやっぱ東大受けに行く人も多いですし、僕も兵庫県の淡路島出身だったんで、前日に京都入りして、うん、ホテル泊まって下見してとか、なんかいろいろしてましたね。私の場合は前日、はい、東京から東京の移動なので、うんうん、時間はそんなかからないので、はい、朝普通に起きて荷造りはしておいたので、はい、荷造りの中身ですけど大量に教材を持っていきました。はい、実際使ったの一部なんですけど、はいはいはい、一番危惧したのが、はい、前日当日に見たいだけど、うん、ないってなったら焦っちゃうんですよ。あの表が見たいみたいな。そうなんですよ。それを加味してガラガラに大量に詰めて持っていきました。ないと不安になったり。そうなんですよ。はい、お昼ぐらいに、はい、じゃあ東大の近くのホテルに着きましたと、はい、たくさん勉強するかと思いきや、はいはいはい、前日だから勉強は一旦置いとこう、うんうん、ということで、はいはいはい、本郷キャンパスをね、はい、お散歩しに行きました。お、大学の下見みたいな。はい、はい、そうですね、はい、どの学校もそうだと思うんですけど、はい、結構広くて建物がたくさんありますよね。会場って結構バラバラやったりしますもんね。そうなんですよ。何学部何号館だったり、はいはいはい、ただの何号館だったり、はいはい、いろいろあると思うんですけど、はい、自分のね受験票と手出し合わせてちゃんとねそこまで足を運んだ方がいいんじゃないかなって思いますね。いろんな建物わけわかんない名前のエネルギーなんとかなんとかあるから会場まで行っておいて、あ、ここなんだなみたいな確認しておくのは大事ですね。はい、私の場合はですね、理学部何号館だったんで、はい、実際にそこまで行ってぐるっとお散歩して、はいはい、本郷キャンパスにですね早く咲く桜があるんですよ。2月に咲くんすか？そうなんですよ。実際受ける場所で桜が出迎えてくれたってことは、まあ、合格するってことなのかななんて、よしよし行けるぞみたいな感じで下見をして終えて帰ってきたっていう感じですね。はい、夜は寝れました？夜はね寝れました。寝れた、はい、夜いろいろやったんですよ。はい、次の日の食事を買いに行って、はい、親が作ってくれたお弁当と、はい、コンビニのミックスみたいな感じで、はい、リラックスのための飲み物を3種類ぐらい用意して、はいはい、ストレス解消のチョコを用意して、はい、ラムネを用意して、はい、コーヒーを用意して、はい、みたいな感じで次の日の用意を万全に固めて、夜ご飯を食べたりお風呂に入ったりして、はい、夜にちょっとだけね勉強しました。ホテルで寝る前に、まあ、3時間ぐらいかな、次の日受ける科目のどうしても苦手だったところとかを勉強したい。寝たのはまあ1時くらいですかね。寝れないなって、まだ勉強したいなって時はちょっとガツガツやっちゃうと疲れちゃうし、どうしても寝れないので布団に入った状態でできるもの、あ、なるほど、パラパラみたいな感じで、音系ですね。はい、音系とか単語系とか、まあ、そういうのをやってました。入試会場の雰囲気はどうでしたか？会場に入るまでに結構時間かかるんですよね。はい、門の前で人が結構並んでたりするので、はい、うんうん、押さえててほしいのは待ち時間が多いよっていうことなんですね。参考書とか、うんうん、なんか待ち時間できるものは持っていっといた方がいい。そうなんですよ。俺は何もやんないぞっていう場合だったらいいんですけど、はい、見ないと不安になっちゃう人もいると思うので、スクショしたりでもいいですし、あとは何か一冊でもいいので、そういった待ち時間に見られるものがあるといいんじゃないかなと思いますね。なるほど、なるほど。緊張感とかどうでした？その周りのとか教室のとか、はい、緊張感すごかったんですけど、そこで緊張感をほぐそうということで、はいはいはい、隅っこ暮らしのぬいぐるみを持っていきました。はい、あと教室によってね、はい、コンディションが違って、すごく新しい部屋もあったり、はい、すごく寒い部屋、すごく広い部屋、うん、隣の人と席が近い部屋、いろいろあったりするので、うん、寒かったらどうしようとか、暑かったらどうしようとか、対策した方がいいかもしれないですね。教室入った時に僕思ってたのは、ここでもしかしたら兄弟生になって授業を受けるんかなとか思うと、全部が許せてきて、確かにそういうのも大事やなと。そうですね、私の場合は名前順で並んでたんですけど、新学校の人だと知り合いが多い人もいるみたいで、 おしゃべりするんですよね、そういう人たちって。なるほど。休み時間に教室にいたら気が詰まるからって外に出ると、はいはい、外こそすごいみんな集まってるんですよ。はい、あの問題どうだったとか、ちょっとこうだったみたいな、耳に入ってくると結構嫌じゃないですか。そうですね、聞きたくない情報入ってきちゃうと思うので、うんうんうん、もう音楽聞こうと思って、うん、もうイヤホンで遮断してましたね。うんうんうん、周りをシャットアウトして、はい、今日は集中するぞっていう、そんな感じってことですね。はい、私の場合は一緒に受けてた友達もいるんですけど、そのことは終わってから会おうっていうふうに決めていたので、うんうんうん、休み時間一人で勉強したい人、一、うんうん、人でお散歩したい人、はいはいはい、友達と一緒に気分転換で歩きたい人、はい、いろいろいると思うんですけど、それ決めとくといいかもしれないですね。そうですね、いろんな過ごし方を試験
験本番ではみんなすると思うので、そうなんですよ、自分はどういうタイプかなとか今のうちから考えてもいいかもしれないですね、はい、試験本番っていうのはいろんなことが起こります。そうですね、思い出が詰まる一日になると思うんですよ。そんな戦いの日が今ね皆さんを待ってるので、一日一日大切に準備をしていってもらえたらなと思います。はい、入試本番のイメージが少しでも湧けばと思って伊藤先生と話していきました。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。